山田寺。山田寺は、奈良県桜井市山田にあった古代寺院。法号を、浄土寺または、華厳寺と称する。蘇我倉の山田石川の麻呂の発願により7世紀半ばに建て始められ、石川の麻呂の自害649年の後に完成した。中世以降は衰微して、明治時代初期の廃仏毀釈の際に廃寺となった。その後、明治25年、1892年に小寺院として再興されている。本尊は11面観音である。1921年、大正10年3月3日、史跡に指定され、1952年、昭和27年3月29日、山田寺跡として国の特別史跡に指定されている。1982年、昭和57年12月4日に追加指定されている。山田寺の回帰である蘇我倉の山田石川の麻呂。649年は、蘇我氏の一族に属し、蘇我馬子は、祖父、蘇我蝦夷は叔父、蘇我入鹿はいとこにあたる。石川の麻呂は、蘇我氏の一族でありながら、蝦夷、入鹿らの蘇我氏本州化とは敵対しており、中野大江の王子、桂木美子、後の天智天皇、中富の鎌足らの反蘇我勢力と共謀して、皇極天皇4年、645年に起きた、木の富の変、蘇我入鹿暗殺事件に加担した。木の富の変後に発足した。新政権では、石川の麻呂は、右大臣に任ぜられた。日本書紀によれば、木の富の変の4年後の大化5年、649年、石川の麻呂の異母弟、蘇我比奈は、石川の麻呂に、謀反の志があると中野大江の王子に密告した。そして、石川の麻呂の元へは、光徳天皇の軍勢が差し向けられた。石川の麻呂は抗戦せず、一族と共に、山田寺仏殿前で自害した。石川の麻呂は無実であり、冤罪であったとされるが、事件の真相については、諸説ある。山田寺の創建については、上宮、聖徳法王帝説裏書きに詳しく書かれており、山田寺について語る際には必ずと言って、よいほどこの資料が引用される。同裏書きによれば、女命天皇13年、641年、始平地とあり、この年に整地工事を始めて、2年後の皇極天皇2年、643年には、金堂の建立が始まる。大化4年、648年には、始宗10、僧が住み始めるとあることから、この頃には、伽藍全体の整備は未完成であったが、一応寺院としての体裁は整っていたとみられる。大化5年、649年には上述の、石川の麻呂自害事件があり、山田寺の造営は一時中断する。その後、天智天皇2年、663年には、未建立であった塔の建設工事が始められ、天武天皇5年、676年に、総輪、仏塔の最上部の柱状の部分を上げるとあることから、この年に塔が完成したものと思われる。天武天皇7年、678年には、常緑仏像を鋳造とあり、同天皇14年、685年にはその常緑仏像が開眼されている。常緑は仏像の造高。立像で約 4.8 メートル、座像はその約半分。なお、この常緑仏像は頭部のみが、奈良市、興福寺に現存し、国宝に指定されている。発掘調査の結果や、出土した古瓦の片面から、以上の創建経緯は概ね事実と信じられている。なお、日本書紀には上述の常緑仏開眼の年である、天武天皇14年、685年、同天皇が浄土寺、山田寺の法号に行幸したとの記事がある。石川の麻呂の死後も、山田寺の造営が続けられた背景には、石川の麻呂の孫にあたる持統天皇とその夫の天武天皇の後援があったのではないかと推定されている。平安時代には、藤原道長がこの寺を訪れている。扶桑略記によれば、治安3年、1023年、山田寺を訪れた道長は、道内の、紀伊荘厳は言葉で言い尽くせないほどだ、と感嘆しており、11世紀前半には、山田寺の伽藍は健在であったことがわかる。その百数十年後の記録である、東峰略記、建久8年1197年によると、当時の山田寺は、東の峰寺、現在の丹山神社の末寺となり、伽藍は荒廃して、一部建物は跡地のみになっていたことがわかる。奈良市、興福寺に所蔵される、銅像仏塔、国宝は、元山田寺講堂本尊、薬師如来像の頭部であった。玉葉、九条兼実の日記によれば、文治3年、1187年、興福寺の僧兵が、山田寺に押し入り、山田寺講堂本尊の薬師三尊像を強奪して、興福寺東金堂の本尊に据えた。当時の興福寺は、平重衡の陛下、治承4年1180年で炎上後、最高の途上であった。この薬師如来像は、応永18年、1411年の東金堂の火災の際に焼け落ち、かろうじて焼け残った頭部だけが、その後新しく作られた本尊像の台座内に格納されていた。この仏塔は、昭和12年、1937年に再発見されるまで、その存在が知られていなかった。山田寺は、明治の廃仏毀釈で廃寺となり、明治25年、1892年に再興された。現在は、無住で講堂跡付近に、観音堂と栗が立つのみである。現、山田寺の三号は、大家さん。宗派は、宝生宗。本尊は十一面観音である。境内には、天保12年、1841年、石川の麻呂の末裔とされる、山田重貞によって建てられた、雪煙の碑がある。雪煙とは、無実の罪を晴らすの意で、書家、ヌキナ戒憶の書になるものである。山田寺の伽藍配置は、中門、塔、50塔と推定、金堂、講堂を、伽藍の中軸線上に、南から北へ一直線に並べるもので、四天王寺式伽藍配置と似る。ただし、四天王寺では、中門の左右から伸びた回廊は、講堂の両端に取り付くのに対し、山田寺では、回廊は、金堂と講堂の間を通り、講堂は、回廊の外側に位置する点が異なっている。回廊の規模は、東西85メートル、南北89メートルである。発掘調査の結果、山田寺の金堂は、特異な平面形式を持っていたことが分かった。古代の仏堂建築は、構造上、中央の御社、母屋、寝社と呼ばれる部分と、その周囲の庇差と呼ばれる部分に分かれている。山田寺金堂は、御社の柱間が、正面3間、柱4本、側面2間、柱3本である。この場合、庇差は、柱が2本ずつ増えて、正面5間、柱6本、側面4間、柱5本となるのが普通であるが、山田寺金堂の場合は、庇差の柱間も御社と同じ正面3間、側面2間で、御社と庇差の柱筋が合っていない。金堂と回廊の礎石には、柱の台座にあたる部分に、蓮華文が刻まれている。ただし、金堂の礎石は、明治時代に、高橋健治が調査した時には12個残っていたと、いうが、その後抜き取られて、古美術商などの手に渡り、現在は2個が残る。金堂跡と、塔跡の周辺からは、戦仏、土をかたどり成形し焼成して作った仏像が多数出土しており、これらは同塔の壁面を装飾していたものと思われる。また、出土する瓦は、短弁八葉蓮華文の軒丸瓦と十五文の軒平瓦の組み合わせからなる山田寺式と呼ばれるもので、各地の古代寺院から同種の瓦が出土し、建築年代を推定する指標となっている。山田寺跡は昭和50年、1975年に国有地化され、以後本格的な発掘調査が実施されている。発掘調査の成果のうち特筆すべきは、昭和57年、1982年、東回廊の建物そのものが出土したことである。土砂崩れにより倒壊、埋没した回廊の一部がそのまま土中に依存していたもので、柱、蓮華窓などがそのままの形で出土した。普及しやすい木造建築の実物がこのような形で土中から検出されるのは極めて稀なケースであり、日本建築史研究所、貴重な資料である。出土した回廊はポリエチレングリコールによる化学的保存処置を施し、うち3件分が復元された形で、奈良文化財研究所飛鳥資料館に展示されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。